65校の頂点がこの試合で決まります。第80回全国高校サッカー選手権大会熊本県大会決勝戦、今年のファイナルは去年と同じカード、3年連続7回目の優勝を狙う青のユニフォーム大津、そして3年ぶり2回目の優勝を目指す緑のユニフォーム熊本国府、熊本の高校サッカーをリードする両チームの対戦。この試合解説にはアンダー18日本代表監督の田島幸三さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実力が非常に拮抗したこの両チームの試合ですが、どんな展開を予想されますか？そうですね、本当にあの知り尽くした者同士ですから、はい、先取点、リスタート、こういうところで勝負が決まると思いますね。はい、それではキックオフ1時間前の気象情報です。天候は晴れ、気温は17度4分、北東の風 2.4 メーター、現在画面左から右に向かって風が吹いています。それでは決勝戦、両チームのスターティングメンバーをご紹介します。まずは大津高校、ゴールキーパーは1番田中慎太郎、ディフェンダーは4人です。4番の矢野、5番の小林、13番三井、15番中島。ミッドフィルダーは4人、6番千原がキャプテン、7番山内、ゲームメーカーは14番の宮崎、2番の荒木が右サイド。そして大津の2トップ、9番木村晃、そしてこの人が大津の得点源、10番の稲田翔吾。対する熊本国府、ゴールキーパーは12番の佐々木、ディフェンダーは4人、3番岡本がキャプテン、4番高崎、6番橋本、15番西村、ミッドフィルダーは4人、7番の平田、14番宇川と17番辰巳のダブルボランチ、20番西森が右サイド、そして国府の長身フォワード、5番の松岡182センチ、10番寺尾181センチ、この高さが大津のゴールを脅かします。今ピッチ上、先発のイレブンが静かにキックオフの時を待ちます。栄冠を手にするのは大津か熊本国府か。まもなくキックオフ、今青いユニフォーム大津のキックオフで今年の決勝戦幕が開きました。熊本県内2647人の高校サッカー部員を代表するイレブンたち、実力は五分と五分。熊本の頂点に立つのは大津か熊本国府か。たった1枚の全国大会への切符をかけた決勝が幕を開けました。第80回全国高校サッカー選手権大会熊本県大会決勝戦、まずは大津高校フリーキックを得ました。フリーキックです。あ、イエローカードが出ました。まあ、両チームとも非常に最初にですね、はい、あの当たりがきついですよね、うん、まあ、でもこれぐらいはまあ普通のことですね、はいはい、この試合に勝ってこそ本当のチャンピオン、熊本県のナンバーワンを決める決勝戦、激しい立ち上がりとなっています。大津高校がハーフウェイライン付近、やや国府陣内に入ったところでフリーキックを得ました。ここから一気に前線へ入れてからの展開ですか？そうですね、あのかなりあのゴール前に人を多く入れてますからね、大津、はい、上げてくると思いますよ。さあゴール前競り合う木村、うん、その前にホイッスル、大津にファールがありました。国府のフリーキックです。やはり中盤両チームプレッシャーが厳しいですね。厳しいですね、はい、最初にこうどちらが主導権を取るかということもありますから、はい、かなりプレッシャーをかけて、はい、来てますよね、はい、向こうのタッチを割りました。松岡君も問題ないようですね、非常に動いてます、よく今走ってますし、はい、橋本のロングスローで左サイド7番平田を走らせる。ゴール前には松岡が待っているが、大津のディフェンダーが2人でこのボールを奪いに行きました。クリア、そして前線の稲田につながった9番の木村、ドリブルが得意とする木村、さあそして大津にチャンスができた、チャンスができた、10番稲田、一旦ボールをキープします。そして右サイド上がってきた6番の千原に入れてクロスボール、ゴール前の14番宮崎には合いません。手前のサイドにボールは流れました。しかし大津高校まずはいい展開を作りました。そうですね、ああいう中盤で奪った後に稲田にうまくつながるようになりますと大津のペースになるでしょうね、はい、やはり大津は稲田に集めたいところですね。そうですね、10番での競り合い、5番の松岡にボールを出します。中島雄大が右足でクリア、10番の稲田翔吾、さあこれも木村にパスを送ったが落ち着いてクリアしました。国府のディフェンス、6
6番の千原、右に展開します。15番中島、タッチライン際には7番の山内もいます。山内ダイレクトで稲田、中央へ送った木村、さあゴール前、千原がファーサイドに走り込んでいるがゴールキーパー佐々木が抑えました。国府のは4バックなんですけれども、はい、遠崎をですね、余らせてちょっとリベロのようなポジションに置いてますね、はい、その4番の遠崎、国府高校の滝上監督、一番選手の中で正しい努力をしてきた、唯一一般生徒で入学した遠崎です。ピンチの連続です。青いユニフォーム大津高校攻め込みます。緑のユニフォーム熊本国府、今2人で挟んでますね、あの寺尾、そうですね、松岡も、はい、必ず、さあ松岡中には入れられないか、はい、20番西森クロスを入れた、ヘディングは打てない打てない、さあ10番寺尾がボールを持った、一旦落としてここからシュート、いやクロスを入れた、5番 ヘディングは打てない打てない、シュートは打てない、大津高校、いやーシュチャンスだ、決まったゴール、まあですね、その前にファールがありました。これは惜しいチャンスでした。熊本国府高校先制点かと思われましたが、その前にファールがありました。大津高校のフリーキックとなります。しかしあの密集の中で国府の選手は強かったですね。そうですね、あのやはりこういう体のある選手たちはですね、はい、仮に自分たちが触れなくても、はい、あの相手にプレッシャーかけたことによってクリアも遠くに行きませんし、そのこぼれ球をみんなが狙ってますよね、はい、でこういうことがどん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 続いていくと、やはりさすがに大津のディフェンス陣も少しこうダメージが出てくると思いますよね。ヘディングで流すが、これは国府がクリアしそうです。さあ大津高校ボールを持った9番の木村、その前にハンドがありました。逆にあの大津の方がですね、はい、あのしっかり最終ラインからしっかりつなぐっていうのも大津らしさなんですけれども、その辺が少しちょっとまだ出てないんですよね。そうですね、まあ、あの始まったばかりですからね、はい、今は国府の方が自分たちのペースでサッカーをしてますね、はい、14番宮崎大志郎、この人が中心になってボール回しをしたいところです。大津高校一旦流した中島雄大、中島雄大倒された、これも大津のフリーキックです。大津高校ゴール前25メーターゴールほぼ正面25メーターほどのところでフリーキックを得ました大津高校。この位置からのフリーキックは面白いですね。そうですね、多少風がありますから、はい、あのカーブはかかりやすいと思いますけどね、あの直接狙うにはちょっとあの微妙な距離ですよね。そうですか、蹴るのは14番宮崎か10番稲田か、ただ9番木村も待っています、はい、この辺のフリーキックはもう本当に練習してると思いますからね、はい、ちょっとトリッキーなプレーでゴール前上げてきた、三井のヘッドはゴール左にそれました。大津高校今のは作戦通りだったんでしょうが、ヘディングシュート13番三井はわずかにゴール左、こういうシュートでねペースが変わっていきますからね、はいはい、大津高校この試合1本目のシュートになります。13番の三井でした。前半の30分を経過しています。両チーム得点ありません。0対0です。10番稲田がここまで下がってきてボールを流しました。4番から前線の14番宮崎へ、14番宮崎倒れたが笛はない笛はない。国府高校6番の橋本が前線にボールをクリアしました。熊本国府高校は1941年熊本女子商業として創立しました。今年創立60周年を迎えました。そして95年に熊本国府に校名を変更、男女共学となりました。サッカー部は創部7年目、3年前の第77回大会で創部4年目にしてこの大会初優勝、全国大会でもベスト8まで進んでいます。この大会を見て入部したのが今年の3年生、選手権で勝ちたいという気持ちを強く持った選手たち、今この大津町運動公園決勝のピッチでプレーしています。やはり前評判にそぐわない実力が拮抗した今年の決勝戦となりました。青い予想通りの展開ですね。そうですね、青いユニフォームが大津高校、グリーンのユニフォームが熊本国府高校。フリーキックは大津高校、
ヘディングで競り合います。9番木村、コクフがヘッドで10番の寺尾へ、平田が前線の松岡に合わせようというところ、5番の小林がカットしました。そしてこちらも前線10番稲田へ、コクフ守りました。14番宮崎、2番荒木、14番宮崎、さあいいボールが出た。7番平田がクリアしました。タッチに逃れました。10番稲田、4番矢野、クロスを入れるか、クロスを入れられるか。国府のディフェンダーも間合いを取って、この10番稲田が抜け出した。10番稲田一旦ボールを止めて後ろに流して、クロスは入れさせません。国府のディフェンス、10番の寺尾、10番寺尾の運動量というのもすごいですね。ここまで下がってディフェンスしました、ね。はい、もう今ストライカーもこういうディフェンスできなければ通用しないと思いますよ。そうなんですか。はい、できそうです。熊本国府高校、14番宇川、5番松岡がボールに行きます。10番寺尾がヘディングで競る。さあ寺尾が持ち込んだ、シュートは打てない、打てない。大津守りました。しかしもう一度国府高校、15番西村がゴール前に放り込みます。寺尾が流して、松岡には通りません。今前半の40分を経過しました。ロスタイムは1分です。前半ロスタイムは1分。6番の千原が左へ、15番中島ダイレクトで7番の山内へ。そうですね、7番山内、しっかりつないできましたね。はい、向こうサイド4番の矢野、はい、9番木村、さあゴール前にボールを持っていた、シュート、ディフェンダーに当たりました。国府の緑色の壁が大津のシュートを跳ね返しました。いい攻撃でしたね。ああいうふうにつないでいけば大津のペースですね。そうですね、ここでもつなげますよ。ゴールキーパー田中から15番中島へ、ここで9番の木村に合わせていった。10番寺尾、国府高校緑のユニフォーム、9番木村、青いユニフォーム大津がボールを奪った。右サイド4番矢野のオーバーラップ、2番荒木、7番山内、さあここからどうする、左に叩くか、直接中に入れるか、7番山内に送って左足のクロスを入れたが直接ゴールを割りました。あと一歩ですね大津は。ただ非常にいい展開になってきましたね。はい、ここで前半終了のホイッスルです。前半の40分を終えて0対0。今年の決勝戦前半の40分、両チーム得点ありません。0対0です。プレーをしてほしいということを言ってました。はい、それから稲田君を中心にですね、選手間で後半は風上を生かす意識をしようと、ゴール前、そういうことを確認し合っていました。はい、それからですね、はい、平尾監督、これはどうぞ。はい、選手に対しては言わなかったんですが、はい、あるいは延長戦それ以降も若干頭の隅に入れているような感じでしたね。そうですか。ゴール前にボールを送っていった熊本国府、松岡ヘディングは打てない。クリアしました大津高校。左中カットしたのは6番の橋本、14番宇川がボールをキープします。寺尾に送った、これは4番の矢野がカット。10番稲田がボールを持った、9番木村に送ります。そして10番稲田が再びボールを受けますが、14番宇川がきっちりマークについていました。前線には5番の松岡待っています。7番の平田にボールを渡した。左サイド10番寺尾、そこにボールが出ました。ゴール前にはファーサイド松岡がいます。そこまでは届きません。15番の中島雄大がクリアしました。さあ7番の平田がボールを持った。非常にトリッキーなドリブルでチャンスを作るという平田、右のスペースに出して西森が直接クロス、寺尾のヘディングはゴール。国府高校、やはり寺尾の頭でした。今大会9点目、まず選手権全国大会、たった1枚の切符を手元にぐっと引き寄せたのは緑のユニフォーム国府高校。先制点は寺尾の頭。1対0、後半の31分、国府高校先制です。1対0。今非常に右サイドうまく崩しましたよね。はい、
やはりつなぎから最後は頭と、はい、理想的な形で国府高校が先制点をもぎ取りました。ここでメンバーが交代しました。大津高校2番の荒木に代わって8番の西川が入っています。西川君中盤の選手なんでね、あれですけどしっかりつないでいった方がいいですね、はい、まだまだ時間ありますからね。右サイドには9番の木村が入りましたね。そうですね、で西川中盤に入れてますね、はい、そしてあの14番の宮崎をトップ気味に上げるかもしれません ね。平岡監督はこの宮崎をフォワードでも中盤でも使える非常にオールマイティーな選手、そう話しています。1点を追いかける形となりました。去年のチャンピオン大津高校青いユニフォーム、大津高校がまず先制を許しました。熊本国府高校が先制です。去年この決勝後半30分過ぎに国府一旦同点に追いつきました。しかしその3分後に奪われた決勝点、これが今でも非常に印象的なんだ、すごい印象があるんだと話している国府イレブン。その借りを返すべくまず先制点を奪ったのは熊本国府です。さあ14番宮崎が抜け出した。これは大津チャンスになるか、シュートは打てるか、シュートは打てるか。ペナルティーエリアの中、国府のディフェンス守った。しかし手前のタッチに蹴り出しました。いやここからがね、あの、はい、逆に1点を取っているものの、こう高校生 その心理の中でですね、はい、非常に追われる方が辛い時ありますからね。そうですか。だから大津は決して慌てないことですね、はい、大津高校13番三井、落ち着いてゴール前にスルーパス、国府のディフェンスにかかりました。一旦戻して5番の小林、前線にボールを送るが10番稲田とは合いませんでした。上野さん、はい、先ほど の国府の先制点が決まった瞬間、はい、国府ベンチはですね、監督コーチ4人がですね、いっぺんにこうベンチから飛び出していきました、はい、それぐらい待望の先制点だったようですね。そうですね、はい、後半30分というのもいい時間帯に取りましたね。国府高校は7番平田がオフサイドポジションの判定です。熊本国府高校が1点を先制、1点を追いかける大津高校、10番稲田が前線にボールを送りますがゴールラインを割っています。10番の稲田翔吾、この稲田中学2年生の中学3年生の12月、お父さんを病気で亡くしました。しかしその1ヶ月後、非常にも平岡監督のもとに大津で頑張らせてくださいと話してきた。平岡先生も話します。非常に精神的にタフな子供だ、必ずやこのゲーム仕事をしてくれるだろうと期待を込めて送り出しています。この試合残り時間は5分となりました。後半の35分を回っています。得点は1対0、リードしているのは国府。さあ大津がチャンスになった。4番の国府高校が守りました。4番の矢野が持ち込みましたが国府高校守っています。このパスは通りません。4番の東崎、12番の佐々木、14番の宮崎が詰めますがキーパーがキャッチしています。宮崎大志郎も今大会4得点を挙げています。残り時間はまだ5分あります。得点は1対0、1点差。緑のユニフォーム熊本国府高校が1点をリードしています。さあ大津高校右サイドから攻める9番の木村、ドリブルでチャンスを作ります。右サイドを崩してクロスを入れた。先にボールに触ったのは国府。さあ4番の矢野、倒れたペナルティーエリアのわずか外。ここで大津高校がフリーキックのチャンスを得ました。後半36分。いや、いいとこで得ましたね、はい、今9番木村のドリブルからフリーキックのチャンスを得ました。大津高校後半36分、同点に追いつく絶好のチャンスです。追っている点はわずかに1点、ペナルティーエリアのわずか外、ゴールほぼ正面、大津高校大きなチャンスです。
蹴るのは10番稲田か9番木村かはたまた14番宮崎か。北府高校の壁は5枚。左足の稲田が狙いやすいポジションではあるんですけどね、はい、9番木村が狙った決まったゴール。同点同点同点です。大津高校同点に追いつきました。後半の36分、チャンスから9番木村の同点ゴール。大津がここで意地を見せました。去年ディフェンディングチャンピオン3連覇を狙う意地がこれか。大津高校同点です。1対1。ちょっと壁の作りがもう間違ってますね。そうですか。国府としては悔やまれる失点。しかし蹴った方も素晴らしい。素晴らしいですね。ピンポイントのシュート、9番の木村です。今大会2得点目、地元大津中学校の出身です。上野さん、はい、今の同点ゴールの瞬間ですね、3人のコーチングスタッフ、はい、大津高校立ち上がって、そしてまたサブの選手も全員がですね、はい、抱き合って喜びを表情を表してました、はい、一番手前が平岡和則監督、そして向こう側に座ってらっしゃったのが大津高校の卒業生天野圭介コーチです。こちらが得点同点ゴールを挙げた9番の木村。大津高校が意地を見せました。先制点から5分後同点に追いついています。ゲームが振り出しに戻されました。1対1。しかし国府にとってもまだゲームが振り出しに戻っただけですからね。そうですね、はい、前線に長いボールを送った5番の松岡ヘッドで流す。7番の平田が左サイド、6番橋本ゴール前に送ったハイボール、松岡とキーパーの競りにイエローカードが出されました。松岡選手痛そうですが、国府にとってはおそらくこれが最後になるであろう絶好のチャンスです。後半最後になるでしょう。これが国府高校フリーキック。5番の松岡痛そうですが今ゴール前に行きました。もうそんなこと言ってられませんもん ね、 そうですね、はい、これが最後のプレーになるかもしれません。得点は1対1の同点。高さを武器とする国府高校にとっては大きな大きなチャンスです。寺尾の頭か松岡の頭か、ゴールキーパー田中が抑えました。大津よく今いいディフェンスしましたね、はい、さあ大津高校ここはカウンターを狙いたいところ。14番宮崎が中央、いいボールだ、いいボールだ、さあいいボールが出た。6番千原が詰めますがゴールキーパー佐々木体を張って止めました。非常に長いロスタイムを取っていますが、ここで後半終了のホイッスルです。80分間で決着がつきませんでした。大津高校と国府高校の決勝戦、1対1の同点。10番の稲田翔吾、大舞台での度胸を発揮します。両チームともに成功、 PK 今のところ1対1です。熊本国府2人目のキッカーは10番の寺尾。181センチ長身で今大会得点を重ねてきた寺尾、 PK も落ち着いて決めました。ゴール左、落ち着いてますね、本当に、ね、はい、勝利の女神が微笑むのは緑のユニフォーム熊本国府か、青のユニフォーム大津か。大津2人目のキッカーは14番の宮崎大志郎、守るキーパー佐々木。宮崎もゴール左隅に落ち着いて決めています。
ここまで両チーム2人蹴って2人とも成功しています。熊本国府3人目のキッカーは5番の松岡拓。去年の決勝同点ゴールを決めました。今年は決勝点を決めたいと話していた松岡拓、3人目のキッカー。ゴール正面、思い切り蹴り込みました5番の松岡拓。国府高校ここまで3人蹴って3人とも成功しています。バックスタンドも息を呑んでこの PK 戦を見守っています。大津3人目のキッカーは9番の木村。これも決まりました。この4本目が勝負になりますね。佐々木もその時久も左側に飛んでるんですよ、3本とも。そうですね、この4本目でこう逆に飛ぶかどうか、まあ、変な言い方ですけど種をまいて逆に、はい、蹴らせる、そういうことしてるかもしれませんね。そういうこともあるんですね。国府のキッカー、4人目のキッカーは6番の橋本。守るはゴールキーパー時久翔吾。どちらに飛ぶか、ゴールキーパー時久。あー、止めた。 PK のために交代しました。後半途中に交代した時久が4人目の国府のキッカー止めました。さあ、がぜん有利に立った青のユニフォーム国府。一方、この背番号12番国府のゴールキーパー佐々木には大きな大きなプレッシャーがのしかかります。大津4人目のキッカーは5番の小林。小林が決めれば本当に大津が有利に立ちます。決まりました、ゴール左隅。さあ、ここで国府が外すと大津のチャンピオンが確定します。国府高校5人目のキッカーはキャプテンの岡本。岡本は1年生の時から周りに流されず自分の意思で正しい努力を続けてきたと滝上監督話します。最も信頼を置くキャプテン岡本が国府高校5人目のキッカー。ここで外せば大津がチャンピオン。真ん中に決めてきました、国府のキャプテン岡本が決めてきました。さあ、大津5人目のキッカー、こちらもキャプテン千原翼です。大津のキャプテン千原翼、この大会県大会で止まるわけにはいかないんだ、僕たちは全国で上を目指すチーム、そういった自信とプライドを持ってこの1年間やってきたと話す大津高校キャプテン千原翼が5人目のキッカー。これで決まれば大津が優勝。決まったゴール、大津が優勝。3年連続7回目の全国大会、この瞬間大津初めての3連覇達成です。今年の決勝戦 PK 戦の末、大津に軍配が上がりました。県高校総体準々決勝で敗れた悔しさをここで晴らしました大津高校。この1年間夢にまで見た選手権全国大会への切符をもぎ取りました。大津初めての3連覇、新たな歴史の1ページが今幕を開きました。大津高校3連覇達成です。それでは3連覇、3年連続7回目の優勝を決めました大津高校平岡和則監督に喜びの声を聞きます。3連覇おめでとうございます。ねえ、非常に苦しかったですね。はい、ありがとうございます。決勝らしい素晴らしい試合になりましたね。さすがに滝上監督がうちの良さを消してくる素晴らしいサッカーに随分苦戦しましたね。はい、前後半の80分ちょっと苦しかった時間帯もありました。そうですね、まあ本当に今日はもう一人選手がゴールの中にいたようなそういう場面が何本かあって、まあ普段から正しい努力をしている子どもたちですから、最後は勝利の女神が微笑んでくれたかなというふうに思いました。延長 PK は予想されましたか？ええ、まあいくつかのシミュレーションの中で、非常に国府高校いいチームですので、最後までうちのサッカーをやらせてもらえなかった場合はこういうふうになるだろうと、まあ残り 2,3 分のところで時久投入っていうのは非常に PK 強い子ですので、その辺はシミュレーション通りだったんですけど、苦しんで苦しんで掴んだ全国への切符ですが、まだこのままの状態でいっても全国では勝てませんので、国府の分まで
一生懸命今日のゲームを反省してですね、もっともっといいチームに完成させたいというふうに思います。どうもありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。田島さん、はい、平岡監督、全国ではまだまだ勝てない、こんなことをおっしゃっていましたが、大津高校全国大会に向けて。そうですね、後半から出てきたパスをきっちりつないでいく、ああいうサッカーをぜひやっていけば戦えると思います。解説は田島幸三さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。進化するブルー軍団、大津高校3連覇達成です。それではこの辺で大津町運動公園からお別れします。この放送はザ・ドキュメントカンパニー、富士ゼロックス、クオリティオブライフの向上を目指すテイジン、 We Love 2x4 三井ホーム、命の輝きを見つめる明治製菓、スポーツ&フィットネスカンパニーのナイキ、南九州コカ・コーラボトリングの提供でお送りしました。